ました。どうもこんにちは、鈴木亜美です。ちょっとね、久しぶりに中本さんにやってきました。産後初になります。ちょっとようやくね、食べれるということで、じゃあ早速食べましょう。もうね、中本さん食べてないとね、ダメよね、体がね。一緒に食べようじゃん、今日は。はい、嬉しいです。めっちゃ久々なんで、中本さん。はい。そうですね、だいぶ飽きましたよね。そうです、産後初なんで。あ、そうなんですか。はい、赤ちゃんが生まれたんでそうです、今もう9ヶ月で、ようやく最近解禁になって。もうじゃあそんな飽くんだ。前回多分、もう妊娠分かる前なんで、はい、もう1年半ぐらいになります。じゃあもしかしたらちょっと弱くなってるかな。そうですね、まあ前ほどの、まだ完全復活はしてないかもしれないです。やっぱり開くとダメなんですよね。そうです、開くとやっぱ弱まるんですよ、辛いのも。まあ、その辺は下手したら僕より分かってると思ういやいや、楽しみにしてきました、今日は。ありがとうございます。今日はもう私、北極の10倍トッピング、ほうれん草と、ほうれん草、背脂と、あー、タイポップ、海苔、海苔、ほうれん草、背脂、海苔。普通のお腹空いてたら、普通に、なんとなく激辛といえば中本みたいな。そうだね、すごい元祖な感じがします。入り口です。もう辛いものにちょっとチャレンジしたいっていう人は、まず中本さんが入り口だよ。まずここから恐竜も何だろうね、なんかもうね、遠慮してない感じ何から食べるのがいいかね、蒙古タンメンかな、初めての人だったら。初めてはね、あの辛いの苦手だったら味噌タンメンにセット定食っていうのを頼んでもらって、セット定食っていうのはライスとちっちゃい麻婆豆腐がついてくる。その麻婆豆腐を味噌タンメンにちょろちょろ溶かしながら食べると蒙古タンメンの味。麻婆豆腐がね、辛いんですよ、うん、結構ね、あんが効いててね、また独特なね、麻婆豆腐だから、アミーさんからしたらもう甘いですよね。めっちゃ甘い。甘さしか感じない食べるとね、いろいろね、気合が入るよねもう、あれを食べるために頑張ろうみたいな感じになるから。重みだからね、おやつよ、女子でいうおやつよね、スイーツよね。じゃあ次に冷やし醤油タンメンから失礼しますね。あ、ありがとうございます、はいはい、お待たせいたしました。こちらがレンスクナメの北極の辛さ、これがあのうちの最強の辛さですね。いただきます。うわ、見て、すごい、絡まってる。うわ、この匂いだよね、唐辛子の匂い、やばい、よだれが出る、よだれが。いただきます。いや、わかんないよ、食べてないのよ、なんかちょっと涙じゃあ、マネージャー君が食べるよ、どうぞ。匂いがもうすっごいですね。もう最初からずっと辛いです。口に入れた時から、あ、もう喋れない。やめとく。アミさん的にはちょうどいいぐらいの辛さなんですよ。うん、うまいっていうよりはね、うまい。あ、おいしい。うまい。うん。なんか、そうそうそう、チャレンジとかじゃなくても普通に食べたくなる。そう、日本で食べてないのに。汗がすごい。一気に。流れてる。やば。それを入れる。
味変的な味変的にコクが出るから、そうで甘みがある
ちょっと今は隠しておかなきゃいけないことがあるんですけど、ライブで、ある。でもライブ前、中本さん食べれるのは今日ぐらいかな。なんで、中本チャージさせてもらいました。これでリハーサル向けて頑張って、体もっと絞ってラーメン我慢してライブ終わったらまた食べたいと思いますということで、今ライブに来られる方もそうでない方も楽しみに来てください。私も頑張ります。中本さんやっぱり美味しかったです。最高でした。今日は本曲の10倍いただきました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございました。アミーゴから最高いただきました。